次に岡本明子君、はい、岡本君委員長、はい、先週に続いて質問の機会をいただきありがとうございます。の冒頭になりますが、の検察庁法改正に抗議しますのツイッターデモが勢いが止まりません。今や不要ともいえるアベノマスク未だ届かず、定額給付金も世帯主にしか入らないため、家庭内 DV や虐待に怯える子どもたちに届かないかもしれません。みなし失業、家賃保障や学生支援も野党提案があるにもかかわらず遅々として進んでいません。こんな状況なのに検察庁法の改正だけは強引に進めようとしています。今日の内閣委員会の審議でも立法事実もなく、これ黒川氏以外ですね、立法事実がない、それから基準もこれからというずさんなものです。私からもこの今の政権運営に対して強く抗議を申し上げたいと思います。厚労関係について伺ってまいります。不妊治療の支援強化について伺いたいと思います。コロナ対策で対象年齢を延長していただいたことに感謝の声が上がっております。時間との勝負と思っている方々も多くいらっしゃいます。先日、過日山川百合子議員から質問で、厚労省は今年度調査をされると伺いました。ぜひ期待を申し上げたいと思います。 NPO 法人ファインさんの2018年のアンケート調査によると、体外受精1周期あたりの平均治療50万円以上かかるという方が 43% です。1回で終わらない方がほとんどでございます。顕微受精になると6割を超える方が 50万円以上1回あたり負担をしております。制度発足当時平均治療費30万円という根拠から大きく乖離しております。早期の女性拡充を目指し、実態の把握をしていただくよう求めたいと思います。この点について、この中でいくつか伺わせていただきます。まずは今原因の半分は男性側にもあると言われています。男性の不妊治療の実態把握と、そして男性側からの申請も認めていただくよう求めます。もう1点、事実婚、これ現行制度では対象になっておりません。資料1を見ていただければ、東京都ではもうすでに事実婚対象にしております。事実婚のためにこの女性の対象にならず不妊治療を諦めた方もいるんじゃないかと思います。ぜひここの点も実態把握に努めていただきたいと思いますので、お答えいただきたいと思います。渡辺子ども家庭局長。お答えいたします。ご指摘ございました今年度の調査研究につきましては、今具体的な調査項目について検討しているところでございますが、不妊治療、ご指摘のありました男性不妊治療の実態も含めた実施の件数や実態、さらには直近におけるこの不妊治療にかかる費用負担の状況、さらに不妊治療にはさまざまなご意見があることを承知していますので、そういったものを幅広く調査をしたいと思っております。でその上で、実際にこの助成制度をどうするかということは、まさにこの調査結果を見てということになろうかと思いますが、ご指摘のありました事実婚につきましては、これは家族関係に関しての民法上の取り扱いとかですとか、あるいは社会の価値観と、そういったさまざまな要素も考える必要があると思っていますので、慎重な検討が必要だと思っておりますが、いずれにしても調査結果を踏まえて助成制度の在り方を検討していきたいと思っております。岡本君。はい、ぜひその事実婚についても状況がどうなのかというところは踏まえていただきたいと思います。そしての調査結果を待たずともになりますけれども、とこの不妊治療期間に対する、今プレマタハラという言葉がございます。ぜひこれは速やかに禁止を求めたいと思います。仕事と治療の両立について厚労省が行ったアンケートでも両立できているのは半数、先ほどのファインさんの調査では9割が両立困難と訴えております。治療のために仕事を諦めたり、フルタイムからパートに変えたりせざるを得ない方がいらっしゃいます。少なくとも不妊治療を理由に処遇が変えられたり不当に扱われたりすることがあってはなりません。仕事と治療の両立のため、
このプレマタハラと呼ばれるもの、他のハラスメントと同様、あらゆるハラスメント、これを速やかに禁止をするよう求めたいと思います。お答えください。藤沢雇用環境均等局長。お答え申し上げます。仕事と不妊治療が両立をできるような職場環境を作っていくことは大変重要だというふうに考えております。私どもで、ね、平成29年度に、不妊治療を、行っている従業員に対する支援の実施状況といったことも含めまして、不妊治療と仕事の両立に関わる実態に関する調査を行っております。でその中で、不妊治療をしていることを職場に伝えている方が97人中、上司や同僚から嫌がらせ等を受けた人が17人ということで、約 18%、そういう実態がございました。でプレマタハラでございいわゆるプレマタハラでございますが、男女雇用機会均等法では、事業主に対しまして、妊娠・出産等に関するハラスメントを防止するための雇用管理上の措置義務を課しておりますけれども、この妊娠・出産等に関するハラスメントは、妊娠したこと等に関する言動に関するものでございまして、妊娠する前の嫌がらせ等は含まれてはおりません。で一方で、妊娠出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景には、妊娠出産等に関する否定的な言動が行われるなどの職場風土もあって、これを解消していくことが重要でございますので、その指針におきまして、措置義務の一環として、妊娠出産等に関する否定的な言動が職場における妊娠出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ること等を明確化をしておりますし、また管理監督者を含む労働者に周知啓発することも求めているところでございます。でさらに、今年の1月にこの指針を改正をいたしまして、妊娠出産等に関する否定的な言動には、不妊治療に対する否定的な言動も含まれる旨を明記をしてございます。なお、いわゆるプレマタハラの禁止というお尋ねでございますけれども、妊娠する前のハラスメントは、現行法では妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置義務の直接的な対象とはされておりませんし、またハラスメントの禁止規定を設けることについては、平成30年12月に同性審の権威におきまして、違法となる行為の要件の明確化等の課題があり、中長期的な検討を要するというふうにともされたところでございます。現在の取り組みの実施、先ほど申し上げましたような取り組みの実施状況を踏まえて、その必要性も含めて議論を要する課題であると考えているところでございます。岡本君。はい、検討いただいたり、必要な啓発を行っていただいているところは理解をいたします。ぜひ中長期的な検討課題ではなく、早期に解決する課題だという認識を政府の方は少なくとも持っていただきたいなと思っております。子どもを欲しいと望んでいるカップルの願いを叶えることが、結果として少子化にも貢献することを踏まえ、経済的支援、環境整備に大きく前進することを期待したいと思います。次にコロナ対策について伺います。文科省の矢野審議官、お越しいただきありがとうございます。毎回毎回の質問、通告をしていたのに時間がなくて、質問をお答えいただく機会がなくて申し訳なかったんですが、一問伺わせていただきたいと思います。今月、順次学校再開が広がっていくだろうと思います。また6月からは一気に広がる可能性があると思います。教職員の皆さんがその準備に戸惑っていらっしゃいます。いろいろと情報をいただいておりますが、まず机を1メートル空けろと言われていますが、40人学級で果たしてできるんだろうかという疑問もあります。あるいはプール、水は大丈夫だけど更衣室は大丈夫なんだろうか、そういう不安、細かい点さまざまありますが、一つだけ私から、ちょっと厚労の委員会ですので伺わせていただきたいと思います。熱が出た児童生徒が学校を休みました。でも特にコロナという疑いで相談することもなく、かかりつけ医の受診もなく、熱が下がったので登校してきますと言われたときに、果たして学校としていいのかどうか、できれば各ご家庭でかかりつけ医には見てもらってから来てほしいというのが本音だけれども、そのかかりつけ医に受診を義務はできないんだろうと思う、そういう中で、
登校させていいのかどうか、単に熱が平熱に戻ったら登校させていいのかどうか、その判断というのはどなたがしてくれるんだろうかというのが一番基本的なところでたくさん聞かれます。もし今の時点でお考えがあったらお示しください。矢野文部科学省大臣官房審議官。お答え申し上げます。児童生徒等に発熱が見られた場合には学校を休むよう周知しているところでございますけれども、熱が下がった後にすぐ登校していいかどうかにつきましては、これは地域の感染の状況によって判断が変わるものと考えております。地域で感染経路の不明の感染者が多発しているような地域については、熱が下がった後も一定期間自宅に留まっていただくことが適切だというふうに考えておりますけれども、多分そういう地域はですね、そもそも学校教育活動が実施されてないということも考えられます。他方感染経路の不明な感染者がいないような地域におきましては、一時的な発熱のあと他に症状ももうないといったような場合には、登校を拒むという根拠には乏しいというふうに考えておりまして、このため一律に再登校するための基準をお示しすることは難しいと考えております。いずれにしても以上のことについて文部科学省からお示ししている Q&A などを用いて適切に周知を図ってまいりたいと考えております。岡本君。はい、ぜひ地域事情を踏まえるのは当然のことだと思います。子どもたち多分学校に来ることを楽しみにしている子どもたちも多くいる中で、でも落ち着いてということもしっかり伝えられる、そういう環境をぜひ整えていただければと思います。今ちょっと Q&A には特にまだ入っておりませんので、ぜひ再開に向けてのタイミングで指示を出していただければと思います。そして、コロナの関係でちょっと厚労大臣加藤大臣にちょっと通告はしていなかったんですが、聞かせてください。先週誤解という発言をされました。で、昨日は安倍総理周知不足というだけで謝罪は避けました。少なくとも厚労大臣の発言に、本来必要な方に検査がされず犠牲になった方、あるいは保健所相談センターのスタッフ、多くの方々が厚労大臣の発言に傷ついています。受診されることなく犠牲になられた方にかける言葉というのはございませんか。加藤厚生労働大臣。昨日の閣議でもですね、ご質問賜りまして、誤解という言葉、ちょっと対していろいろご指摘をいただいております、そういったことは真摯に受け止めさせていただきたいというふうに、申し上げたところであります。それから今お話がありました、今回の新型コロナウイルスで亡くなられた方々に対して、これはもう本当に心からお悔やみを申し上げ、ご冥福をお祈りする、そして、これまでもそうでありますけれども、重症者、そして死亡者、これが生じない、できるだけ生じないように努めていく、そういう思いでこれまでも取り組んできたということであります。またそういった中で今回の、相談のや受診の目安については、これまでも国会でご議論いただきました。そしてそのことにご説明はさせてきていただいたところでありまして、その説明について、変わるものはありませんけれども、しかし結果においてそうしたものがですね、現場 PCR の検査に結びついていた、こういう指摘はいただいておりますので、こうしたことについてですね、これは私どももしかこのそうした周知が十分になってなかったということについてはしっかり反省をして、今後ともですね、この中身について周知を図っていく、そうした意味からも今回の相談の目安等においてはですね、これに限らず対応していた、ちょっとすみません、ちょっと手元にないんであれですけれども、そういった記載を記載をし、またあくまでも目安であって、検査については医師の判断だということ、そういったことも含めて、記載をさせていただいたということであります。岡本君。はい、周知不足という言葉でございましたけれども、ちょっと後ほど触れさせていただきますが、厚労省から出している中でも逆に現場が混乱する部分もあるんだということは申し上げたいと思います。残念ながら
現場では一生懸命頑張ってくださっておりますけれども、対応が後手後手に回っている部分もあるんだということは、ぜひ真摯に受け止めていただきたいと思います。課題の、コールセンターにつながらない、あるいは先ほどの判断基準の問題、保険証の体制、軽症者の滞在先、急変する方への対応、さまざま問題がございます。その中で、先日も伺わせていただきましたが、軽症者のが病床を占めてしまうのを避けるため、軽症者は4月2日時点は原則自宅療養へという通知でした。4月の下旬になって、滞在先ということで方針転換になったと思います。これも本来であれば療養できる滞在先を原則とするべきだったと私は思っております。で先日1984名が自宅療養になっているという状態について伺わせていただきました。その後早期の移送は実行されているのかお答えください。宮崎健康局長。お答え申し上げます。まず委員のご質問の中でありました、我々としては自宅をということで、まずということではなくて、自宅か宿泊ということでお示しさせていただいていたところ、その後、宿泊を優先してくださいというふうにさせていただいたところでございます。で直近の入院患者数、宿泊療養者数、自宅療養者数等につきまして、各都道府県に対して報告を依頼しておりましたところ、最新となります5月7日時点の新しい数字、昨日公表させていただいておりますが、これは死亡者や退院者を除く陽性者数が6697人、このうち自宅療養中のものが957人という結果になっておりまして、前回ご公表させていただいたときから1000人ちょっと減っているというような数字でございます。岡本君。はい、半減とも言われていますが、しかし相変わらず先般指摘させていただきました東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、大阪府については相変わらず3桁の方々が自宅にいらっしゃる状況です。これ入院待ちのために自宅にいざるを得ないという方っていうのは把握はできておりますか。もし分かればご説明ください。分からなければの分からないということで結構です。宮崎健康局長。お答え申し上げます。今申し上げました数字、あるいは委員からご指摘のありました数字は医療機関から退院された方と、それから退院された方と、それから医療機関に入る前の方と両方入っておりますが、その内訳というところまではちょっと現段階では分かりません。岡本君。加藤厚生労働大臣。私もですね、半減はしましたけれども、今言った都道府県についてはまだ見桁ということで、これは窓口の担当者に聞いた話ですから、数字ということで把握しているわけではありませんけれども、一部の都ちょっと個々の名称はちょっと申し上げませんけれども、一部の県においては、もうかなり自宅療養、最初からスタートして、もういわゆる14日間とか、もうすでに終わるという、そうした方々だという地域もある一方でですね、やはりもともとこうしたホテルということをむしろ嫌って自宅を強く先行する、もうどうしても自宅じゃなきゃいけないという事情ではなくてですね、ホテルのアメニティの問題とかですね、あるいは行動が制約されるということで、なかなか行っても施設療養に同意をしていただけなかった、こういう方もおられるということなんで、ここは先日ですね、臨時の医療施設という概念を整理をさせていただいて、この宿泊療養についても一定の医療的ケアを付加していただければ、それは臨時の医療施設として定義できるし、そして臨時の医療施設であれば措置入院という手もできますと、一応そういう選択肢はですね、用意をさせていただいているところでありますが、引き続きこの自宅療養がやはりいろいろ課題はありますが、家族内の感染の拡大の問題、あるいは急に容態が変わった場合のですね、対応、こういった課題もありますので、よくこれ都道府県等とも連携をしながらですね、この自宅療養を減らして、そして宿泊療養等々でですね、しっかり対応していけるように引き続き努力をしたいと思います。岡本君。はい、一番最初4月2日時点で出した通知では、原則自宅療養でってなっておりましたよ。で、ご家族に同居の高齢者がいるとか、そういう場合は滞在先でもいいという通知
だったと私は認識しております。ちょっと何回も読んだつもりなので間違ってたらそこは指摘いただきたいが、療養先を確保している自治体はそれで動いたかもしれませんが、その時点では目処が立ってなかったところについてはそれを理由に説明をされていたところもございますので、ぜひそこは方針が違うんだということは徹底していただきたいと思います。そして残念ながらその三桁の方々がまだ5件でいらっしゃる、そして1000名近くが自宅にいる中で、自宅にいてご家族の方、家族感染の恐怖に怯えているところもございます。少なくとも自宅療養者にはサージカルマスク、消毒液、パルスオキシメーター支給するべきだと思いますが、これ支給されていますか。吉田医政局長。お答えいたします。自宅療養時につきましても感染管理が非常に重要だという認識は我々も共有しておりまして、4月2日におきましては自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染対策ということで示させていただいております。その中におきましては、いろいろと細かく整理をさせていただいておりますけれども、患者さんあるいは介護者の方が必要とする、感染防護用の物資などについても記述をございます。別途私どもとしてはこのような防護マスクなどにつきましては増産要請あるいは供給量の増大に取り組んでいて、そういう方々が市場をもってして、入手しやすいような取り組みをさせていただいているというのがまずございます。その上で別途私どもとしては医療機関にマスクなどについて配布をさせていただいておりますが、合わせて4月8日の QA という形での私どもの整理におきまして、自宅療養を行う際の感染管理対策について必要に応じて患者等に対してマスクを提供する、これは医療機関が提供していただくということは差し支えない。その上で医療機関のニーズや備蓄状況を適切に把握をしていただき、医療機関等へのマスクの配布、医療機関へのリストの作成、これは都道府県にお願いをしております。私どもとしましては先ほど申しましたようにすべてというわけではございませんけれども、医療機関を通じて患者さんという形で自宅療養されている方についても目を配っていただき、必要に応じてニーズがある場合には登録をしていただき、私どもとしては医療機関に配布させていただくことを通じて必要な物資については確保させていただいているところでございますが、これからもそれぞれの地域において実情をよく伺わせていただきながら丁寧な対応をさせていただきたいというふうに思っております。岡本君。はい、今ご答弁で、支給して差し支えないとおっしゃいました。私は差し支えないじゃなくて必ず渡してほしいんです。陽性の方がいて家族感染が現実起きている中で医療機関にも届いていない時からこの状態が出てます。渡せないところにじくじたる思いを持っている現場の医療者の方々がいるときに渡して差し支えないという判断はないと思います。もう一回ご答弁ください。吉田医政局長。お答えさせていただきます。先ほど申し上げました、医療機関の方々患者等に対してマスクを提供することは差し支えないということを申し上げました。これは4月8日の私どもの QA の文書そのものでございますので、それは事実関係としてご報告を申し上げた上で、今委員ご指摘のように自宅療養されている方に対しても先に申し上げましたように十分な感染防御感染対策が必要だということの認識ではございますので、そのようなところについても手が届くように関係者の方々のお話もしっかり聞いて対応できるだけ対応させていただきたいというふうに思います。岡本君。はい、今現在1000名という数字の報告いただいております。少なくともこの1000人の方に届いているかどうかの確認くらいはぜひしていただきたいですし、なければ速やかに支給をするお渡しをするというくらいのことの対応をお願いしたいと思います。次に移りますけれども、相談の目安表現変更されました。で、これ前々から大臣医師が総合的に判断した結果はいいんだというご答弁されておりました。この医師というのはかかりつけ医も入っているということでよろしいですか。大臣確認させてください。加藤厚生労働大臣。
4月15日にお示しした事務連絡で、地域外来検査センターの運営委託等々についてお示しをさせていただきました。そこではかかりつけ医と地域外来検査センターが連携を取るという姿をお示しをさせていただいておりますので、そういった連携の中で言えばですね、かかりつけ医からですね、地域外来検査センターの方に検査の依頼があって、そこで検査がなされていく、そういう道筋もお示しをさせていただいているところであります。岡本君。はい、前に私聞いたときは接触者外来の医師だとご答弁をされておりましたけれども、状況環境が整ってきたというところも踏まえて、かかりつけ医の医師が必要だと判断した場合は検査につなげるという点確認をさせていただきたいと思います。先ほどちょっと条件をつけられましたけれども、一般医療機関かかりつけ医の医師が受診拒否は別ですよ、少なくとも問診あるいは電話での診療をした結果必要だと判断した場合は検査につなげるということで よろしいでしょうか。もう一度お答えください。加藤厚生労働大臣。ですから当初からですね、そうしたところに殺到すると討論の懸念もありました。したがって地域の医師会等で PCR センターを設け、そしてそこと連携を取って、それぞれのかかりつけ医というんでしょうか、それぞれの診療医の方々が対応していただける、そういう体制が整っているところにおいてはですね、その診療医の方が直接この地域外来検査センターがこの連携を取っていただいて検査につなげていただくという、こういう仕組み、これもお示しをさせていただいているということであります。岡本君。はい、資料2をご覧いただきたいと思います。大臣、相談の目安と言っておりましたけれども、これ本当は相談受診の目安となっていたと思います。なので受診についてもどうしてもその発熱4日っていうところに縛られていた事実はあったんだと思います。周知不足というよりは本来相談受診の目安として示していた事実は事実だと受け止めていただきたいと思います。で、資料2ですね、これ、厚労省のコロナ対策推進本部から出した補足資料です。問い8、相談センターに相談した、ごめんなさい、問い9ですね、相談の目安に該当した場合接触者外来に受診は調整するんですか、全部対応するんですかっていうところの答弁に、必要に応じてかかりつけ医に一回戻す指示が出ております。先ほど相談の目安と言いましたけれども、一方で受診の目安にもなっていたかと思います。少なくとも該当した人は躊躇なく受診に結びつけるべきだと思うんですが、他の日にちに厚労省から出ている文書と矛盾をしておりますので、ここはぜひ速やかに訂正をしていただければと思います。もう一つ、問い10で、医師が受診すべきかどうか医師が判断するというところに疑いの例えとなっています。これ問い10の四角で囲んだところの下線ですが、医学的知見に基づき集中治療その他これに準ずるものが必要な場合は対象にするという答えになっております。これも今まで先週厚労省がご答弁されてた、大臣がご答弁されてたことと全く向きが違っていると思うんですが、ぜひここのところ、これはもちろんこれは対象にするのは当たり前なんですが、積極的に相談センターに来て該当する方、それから今申し先ほどご答弁いただいたようにかかりつけ医、必ずしも ICU が必要なほど重症な人しかかかりつけ医からは受けないことではないと思うんです。これ非常に矛盾していると思うんで、ぜひここの部分は撤回していただきたいと思います。いかがでしょう。加藤厚生労働大臣。これまあちょっとこれも十分じゃないんですけど、例えば基礎疾患があるとかですね、さまざまなかかり疾患がある方はやっぱりそこの情報もかかりつけ医とですね、この外来の関係の方、外来というか帰国者接触者外来は連携が必要だという趣旨で書いているというふうに書いた人間は言っておりますが、
まあ、なかなかそう読めないところがあればですね、しっかりその意が通じるようにしていきたいと思います。それから議事書、これはいわゆるサーベランスの関係で出てきております。しっかりどういう状況が今その感染で起きているのかということで出来上がってきた仕組みになっておりまして、これは基本的には WHO 等々ともこうした整合性を取ってやってきているんですけれども、だから当時議論でこれに縛られててですね、PCR できないじゃないかというご指摘があったんで、いや縛られなくしましたということにいたしましたんで、これと PCR の検査というのは今全く遮断された、別のものとしてですね、PCR の検査ですよ。したがって PCR 検査については医師が判断するということで、もちろんこれの対象になっていれば当然でありますが、これ以外についても対象になるということはこれまで通知で幾度となくお示しをさせていただきました。ただここの議事書に対応するとですね、これ医師に届出義務が出るんですね。ですから当時、届出義務いろいろあると医師の負担があり、またこの届出義務に違反するとこれ罰則等もかかってきているという事情がありましたが、今回ですね、PCR の状況だったらまだ医療機関とかいろんなところを抑えていけば検査の実態をある程度把握できますが、新たに今回抗原検査というのをスタートし、これ幅広くキットをそれぞれに流通をしていただいてですね、やっていただくことになると、もうこの数字も把握できなくなってしまうんでですね、ちょっとそこも含めて、これ自体この定義そのものもですね、検討して、医師の方からですね、報告をしてもらうような仕組みにしていくべきじゃないかということで、今中で鋭意検討させていただいているところではあります。岡本君。はい、先般3月13日に受診調整の文書を出してくださっています。22日に重ねて広く拾ってほしいという通知も出されています。その間の19日にこれが出ておりますので、現場とすると逆に混乱をしている部分がありますので、ぜひ分かりやすくシンプルに対応していただきたいと思います。資料3をご覧ください。これ東京都の医師会が東京都の方に通知して、介護施設、医療関係でこういうことをやりますよという宣言をされたものです。先般伺ったときは、積極的、疫学調査、濃厚接触者は対象になりますけれども、無症状の人は対象になっておりません。ましてや、防護服をちゃんとしていた医療従事者ですとか、あるいは濃厚接触者ではない、でも濃厚接触の周辺、ここでは濃厚接触が疑われるものと書いておりますが、厳密にいくと、制度上は対象になっておりません。で、先般私、伺ったのは、この濃厚接触が疑われるものも、幅広く検査につなぐべきだと言わせていただきました。で、そのためには、濃厚接触者はもちろん検査をされます。で、こちらの方は陰性と出たら、出ても2週間待機していただく対象になります。これは福祉施設の例ですけれども、で濃厚接触者には直接該当しないけれども、同じフロアにいた陽性の方とすれ違った、あるいは同じ施設にいた、そういうような方々については、右から2番目の職員の流れですけれども、こういう対象にしてはどうですかというのを先般質問させていただきました。でその際には、検査の対象にするけれども陰性となっても業務は継続できるよ、こういう流れを新たに作ってはどうかという質問をさせていただきました。今後検討するご答弁でしたけれども、短い期間ですけれども、何かその後動きはございましたでしょうか。まだ決まってないんだったら、まだ決まってないでいいです。じゃあ、はい、止めてください。宮崎健康局長。お答え申し上げます。
ちょっと前回のやり取りも含めて確認してみないとわからないところがあるんですが、濃厚接触者と疑われるものの分け方もちょっとここには書いてございますけど、わからないところありますけれども、いずれにしても医療機関内とか施設内につきましては、濃厚接触者につきましては本来であれば症状がある方を、検査かけていくわけですけれども、院内とか施設内の場合には利用者もそうですし職員さんもそうですけれども、症状がない場合にも積極的に PCR 検査で確認してくださいということはお知らせしているところでございます。ですので、その後のここの業務継続できるかどうかというところがちょっと濃厚接触者と接触が疑われるものの分け方がちょっとわからないところもありますので、ここはちょっと改めて整理させていただければと思います。委員長、私先週提案させていただいたのは濃厚接触者と違う新たな定義というのも必要なんじゃないかということを言わせていただきました。すでにこれ東京都の医師会が東京都に通知を出して取り組んでいらっしゃるということですので、ぜひこういう例を検査体制がちゃんと整っている前提ですよ、余裕がないところにまで広げろというつもりはないですけれども、整っているところについては順次陽性の人を早期に見つける、それから少なくとも医療従事されている方、施設の中で陽性の方をと日頃接している方々については防護服をまとっていても定期的に検査をする対象にするべきだということを申し上げさせていただきます。時間がなくなったので、最後にちょっと一人親家庭への支援、生活困窮者の支援の中で一人親家庭の支援について触れさせていただきたいと思います。資料最後ご覧いただければ、一人親のが収入源になって大変なことになっているという状況です。これ例えば就学援助、それから奨学金というのは家計の収入に応じて給付に応じて対象にする、そういう判断もされています。児童扶養手当、これ家計給付に対応するべきじゃないでしょうか。お答えいただきたいと思います。渡辺子ども家庭局長。ご指摘のございました児童扶養手当をはじめとする児童手当、あるいはそういった他の手当につきましては、厳格な資産調査を行わないという代わりに、地方税法に基づく前年度の所得、あるいは子ども等の定型的な基準に基づいて手当を支給する制度となってございます。でご指摘のようなその家計急変、直近の状況を、この個々の家庭の状況を反映するかどうかということにつきましては、そうしたことを反映することにつきまして、例えば、現下の収入状況を把握することに対してのさまざまな自治体の事務負担の増ですとか、あるいは、現在の所得が下がる場合ではなく、上がった場合のことをどう考えるか、あるいは他の手当制度との関係といった点を、整理する必要があるというふうに考えております。そうした中で今般の新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯につきましては、一人親世帯も含めまして返済免除も可能な緊急小口資金等の特例貸付制度を実施しているほか、緊急経済対策で一人当たり10万円の特別定額給付金、あるいは子ども一人当たりの1万円の一時金ということで支援を行っているところでありまして、まずはこれらの施策をしっかりと実施してまいりたいと考えております。岡本君。はい、これ本当に一人親の方々に寄り添っているかどうかということです。2018年に発表した調査だと、特にシングルマザーの方々の就労の収入200万円です。これが減らされている、しかも4割が非正規雇用、パートアルバイトとなっております。この方々が休業に追い込まれたり、そして休業手当も出ていない状況に追い込まれている方々が多くいらっしゃいます。貸し付けは怖くていけないっていう声が起きてるんです。まずは貸し付けをとか、そういう悠長なことではなく現実に向き合っていただきたいと思います。私たち児童扶養手当の受給対象者、これできるだけ現行の状況に
合わせた形での対象者ということも視野に入れて、定額の給付金制度ということも提案させていただくことを盛り込ませていただき、提案をさの準備をさせていただいております。ひとり親家庭が今本当に経済的な状況の中で一番際にいらっしゃる方々なんだということを現実受け止めていただきたいと思います。最後に厚労大臣伺いたいと思います。このひとり親家庭への支援、ぜひこの方々に対してということでお考えを示していただければと思います。加藤厚生労働大臣。ひとり親のお方々の中で多く大変厳しい方もおられます。他方でそうでない、確かこの間のとかどっかの NPO かの方が出した統計ではそうした数字も出てきていたと思います。いずれにしてもそうした厳しい状況にある方々、今回10万円の特別定額給付金、あるいは児童手当の1取り1万円の一時金、こうしたこともお支払いをし、またさまざまな制度もですね、小口貸付を、緊急小口貸付をはじめですね、そうした施策も持たせていただいております。まずはそういったものをしっかりですね、活用していただくべく、我々としても、なかなかそういった情報も届かないものですから、そういったことにしっかりと努力をしていきたいというふうに思っております。また引き続きこれ短期で終わるものではないんだろうと思いますので、こうした流れの中でそうした方々の状況がどうなっていく、どういう状況にあるのか、そういったこともしっかり踏まえながら必要な対応は考えていきたいというふうに思います。岡本君。はい、緊急事態宣言が延長になって学校を休んでいるお子さんをご家庭で見ている親御さんも疲れ果ててきております。一番シングルマザーでは小学生、一番下のお子さんが小学生という家庭が一番収入的にも厳しいという統計も出ております。今後検討するではなく速やかな判断、少なくとも家計急変に収入が下がった方は児童扶養手当の対象にするんだ、奨学金や就学援助、こういうのを参考にして一緒に取り組むという姿勢を速やかに出していただくよう求めて質問を終わります。ありがとうございました。次に